ラベンナ総督府もしくはイタリア総督府は東ローマ帝国がイタリア半島統治のためにラベンナに設置した政府機関。584年に設立され751年に最後の総督がランボバルド人に倒されるまで存続した。ユスティニアヌス一世がより効率的な政法統治のために設置したアフリカ総督府とタイになる総督府である。四百二年。 西ローマ皇帝ホノリウスは首都をローマからラベンナに移した。アドリア海に面した旅港があり、また陸上では小卓に囲まれ防衛に有利だったためである。476年の西ローマ帝国滅亡後、オドアケルや東ゴート王国を建てたテオドリックもラベンナを首都とした。ゴート戦争中の540年、東ローマ帝国の将軍ベリサリウスがラベンナを占領し、 ここをイタリア統治の拠点とした。この頃の東ローマ帝国のイタリア支配体系は、かつてディオクレティアヌス帝が整備し、オドアケルや東ゴート人も利用した制度をそのまま踏襲した未知制度であった。590年のイタリア。帝国領ランゴバルド領568年、アルボイン率いるランゴバルド人とその同盟部族集団が北イタリアに侵攻した。 この地域は554年まで20年近くに渡り続いたゴート戦争による荒廃からほとんど復興していなかった。東ローマ軍の抵抗は弱く、569年にはメディオラーヌムを奪われた。さらに3年間の包囲戦の末572年にパビアを落としたランボバルド人は、ここをランボバルド王国の首都とした。数年のうちに、 ファローアルド一世やゾットラ・ランゴバルド人が中央イタリアや南イタリアを征服し、それぞれスポレート公国とベネベント公国を建てた。しかし572年にアルボインが574年にその後継者クレフが暗殺され、ランゴバルド王国が諸公の時代に入るとランゴバルド人の勢いが一時的に弱まった。これを後期と見た皇帝ユスティヌス2世は、 娘婿のバドゥアリウスをイタリアに派遣したが、バドゥアリウスはランボバルド人に敗れ戦死した。また、バルカン半島も混乱の下中にあり、もはや東ローマ帝国はイタリア政策に注力することができなくなった。ランボバルド人に食い破られた帝国領イタリアは飛び地ばかりとなり、580年にティベリウス2世は、 イタリアの大部分を喪失した事実を認め、イタリアの領土を5つの州に分割した。すなわちアンノナリア、カラブリア、カンパニア、エミリア、ウルビカリアである。6世紀が終わるまでに、この5州では、それぞれ新たな支配体系が成立した。ラベンナには、総督府が置かれ、総督には、ラベンナ市、港、その周辺における、内政と軍事、 教会管理の権限が与えられた。ランゴバルド人が内陸部を制圧したため、東ローマ帝国の勢力は諸公国が抑える海岸の諸都市に限られた。これらの帝国領の政治的、軍事的な長であるラベンナ総督は、コンスタンティノープルにいる皇帝の代理に相当する地位であった。その直接の統治領域は、アペニン山脈の東側を追っていた。 その他の帝国領は、ドゥクスやマギストリ・ミリトムが、より強い権威を持っていた。とはいえ、少なくとも、名目上は、イタリア半島全体が、ラベンナ総督府の管轄とされていた。同じ帝国領でも、シチリア島は独自の政府が置かれ、また、コルシカ島やサルディーニャ島は、アフリカ総督府が統括した。パビーアを首都としたランゴバルド王国は、ピエモンテ、ロンバルディア、 ベネツィア本土、トスカーナ、カンパニア内陸部を抑え、640年にはリグリアからも帝国の勢力を駆逐した。ナポリやカラブリアの帝国領もベネベント公国によって少しずつ削られていき、ローマでは教皇が実質的な支配者となっていた。教皇とラベンナ総督は対立と協力を繰り返した。教皇はローマにおける帝国への不満緩和に利用される。 一方で、教皇やローマ元老院は、自分たちを支配している総督を外部からの介入者として疎んでいた。総督府の歴史は、皇帝による集権的主権の下での統治から、ヨーロッパ封建制への過渡期に当たっていた。コンスタンティノープルの皇帝の努力にもかかわらず、総督などの中央に結びつけられていた役人は、次第に世襲的、血族的になり、地域の土地所有者、 支配者に変質していった。また、ランゴバルド人に対する防衛戦力供給のために、最初は、正規の帝国軍に付随するだけだった領内からの長母兵が、次第に中央から独立した常備軍の様相を呈するようになった。こうした軍隊は、ラベンナ以外でもイタリア各地の帝国領都市で見られ、中世イタリア都市国家の市民軍の先駆となった。 6世紀から7世紀にかけて、ランゴバルド人やフランク人の脅威が増し、イコノクラスムをめぐるローマ教皇と、東ローマ皇帝、コンスタンティノープル宗主教の対立が深まる中で、間に立つラベンナ総督府の立場は一層不安定になった。皇帝レオン三世は、ラベンナ総督パウルスに対し、重税に抵抗する教皇グレゴリウス二世を殺すか、投獄するよう命じたが、 パウルスはこれに失敗して727年にグレゴリウス2世が先導した反乱軍によって殺された。エウティキウスが後を継いだが、751年にランゴバルドをアイストゥールフに滅ぼされ、ラベンナ総督府は消滅した。このことは同時に上記のように皇帝との対立を深めていたローマ教皇の自立を意味した。総督府滅亡直前の740年時点で、 ラベンナ総督府の支配下にあった地域は、イストリア、ベネツィア、フェラーラ、ラベンナ、ペンタポリス、ペルージャだった。教皇ステファノス2世の要請を受けたフランク王ピピン3世は、756年にランゴバルド王国を破り、旧ラベンナ総督領を東ローマ帝国に返還せずそのまま教皇に寄進した。このピッピンの寄進は、774年に、 ランゴバルド王国を滅ぼしたカール大帝によって拡充され、ここに教皇領が成立した。ただし、ラベンナ大司教は、東ローマ帝国以来のラベンナにおける特権と、独立教会の地位を保った。ランゴバルド人によるラベンナ総督府の滅亡、そして教皇の東ローマ帝国からの独立によって、ユスティニアヌス一世時代に獲得された東ローマ領イタリアは、 そのほぼすべてが失われた。総督不滅亡後、ナポリやカラブリアなど残存している南イタリアの東、ローマ帝国領はバーリのカテパノの統括下に入った。9世紀にシチリアがアラブ人に征服されると、この地域はテマカラブリアとテマランゴバルディアに再編され、アドリア海北岸のイストリアはダルマティアに編入された。人気については資料によって異なる場合がある。 ありがとうございます。